ジャーマン・スピッツ・ジャーマン・スピッツは、ドイツ原産の犬種である。15世紀頃に、スピッツという犬種名が付けられ、現在の名前になる前から存在が確認されている。ジャーマン・スピッツにはサイズが6タイプあり、スタンダードサイズのウルフ・スピッツには、牧羊犬としての刺激があるが、他の母種は、愛玩犬種用に小型化されたものである。ジャーマン・スピッツ族は、 サイズ以外にもそれぞれの個性を持っていて、それぞれ独立した犬種として認められている。しかし、スタンダードサイズのウルフ・スピッツと最小のツベルク、スピッツ以外は、原産国ドイツ内でも、希少化進み、数が少なくなりつつある。以下の項目にて、それぞれの犬種のデータを紹介する。ジャーマン・ウルフ・スピッツは、ジャーマン・スピッツ族のスタンダードとなった犬種である。ウルフというのは、 ウルフグレーの毛色とやや大柄なサイズを表していて、狼犬ではない。容姿は、ウルフグレーの毛色を持つ巨大なポメラニアンといったところである。牧羊犬として刺激されていたが、近年は、ほとんどがペットとして飼われている。体高42から45センチメートル、体重27から32キログラム。性格は活発で勇敢である。なお、 オランダ原産のキースホンドはこのウルフスピッツの親戚で別の犬種である。ジャーマングローサー・スピッツはジャーマン・スピッツの中で2番目に大きい犬種である。ジャーマン・ジャイアント・スピッツという異名を持つが、ウルフスピッツを小型化して作出された中型のアイガン犬種である。体高約40から41センチメートル、体重17から18キログラム。毛色はホワイト、ブラック。 ブラウンの単色で、世界的にはブラックが人気である。かつては愛眼犬として人気だったが、さらに小型化が進み別の犬種が誕生したことにより、人気が薄れ、現在は希少な犬種である。ジャーマンミッテルスピッツは、ジャーマンスピッツの中で3番目に大きい犬種である。他とは違って、オーバーコートは高毛ーーで細い。アンダーコートは、他のジャーマンスピッツと同じで柔らかい。 体高30から38センチメートル、体重7から11キログラム。毛色は、チョコ、ブラウン、ブラック、イエローなどが主だが、その混色のものもいる。中でも目の縁と鼻が、毛色と同色であるブラウンと、チョコが子が好まれている。ミッテルは大きすぎず、極端に小さいわけでもないためジャーマンスピッツの中でも、割と人気がある犬種である。なお、 2004年には日本にも輸入されて2005年に JKC に登録されている。ジャーマン・クライン・スピッツはジャーマン・スピッツの中で4番目に大きい犬種である。19世紀にミッテル・スピッツがドイツからイギリスに輸入されて小型化されたもので、元々のポメラニアンに最も近い犬種であるためビクトリアン・ポメラニアンの異名も持つ。クラインは耳の形が現在のポメラニアンとは、 若干異なり、耳は丸い形をしているが、頂点だけ紅葉樹の刃先のように尖っている。体高は23から29センチメートル、体重4から6キログラム。毛色は単色化、パーティーカラーで、特に制限はない。ジャーマントイスピッツは、ジャーマンスピッツの中で2番目に小さい犬種である。すっかりポメラニアンの人気の影に隠れて目立たないが、 かつてはこの犬種をポメラニアンと呼ぶか、ツベルクスピッツをポメラニアンと呼ぶかという論議が起こったことがあった。それにより、ツベルクスピッツにポメラニアンの名が与えられると、この犬種にはトイスピッツの名が与えられ、ウルフスピッツ以外のジャーマンスピッツの中で唯一英名を持つ犬種になった。体高21センチメートル前後、体重1.7から2キログラム前後、毛色は パーティーカラーのみのため、サイズが近いにもかかわらず、ポメラニアンとの区別がしやすいと言われている。ジャーマンツベルクスピッツとは、ジャーマンスピッツの中で最も小さい犬種であり、現在は、ポメラニアンと解消されている。体高20センチメートル前後、体重1.8から5キログラム。この犬種のその他の詳細については、ポメラニアンを参照すること。ジャーマンウルフスピッツフシーでは、 キースホンドと同犬種扱い。キーホンド比較のため。ドッグブリードインフォーセンター。ジャイアントスピッツドッグブリードインフォーセンタースタンダード。ありがとうございます。